次郎、犬と暮らしていた。名前は次郎。茶色くてそんなに大きくない犬だった。僕と次郎は仲良しだった。僕と次郎はよく遊んだ。僕と次郎はいつも一緒だった。僕は15歳になって家を出た。次郎と離れ離れになった。次郎と離れて5年が経った。僕は20歳になった。僕は家に帰った。次郎がいなかった。僕はお母さんに、次郎、どこ行ったん？と聞いた。お母さんは悲しそうな顔で、死んだ、と言った。僕は、なんで？と聞いた。お母さんは寂しそうな顔で、前の日まで元気あったんやけどな、と言った。僕は、それでどうしたん？と聞いた。お母さんは小さな声で、お父さんが河原に埋めた、と言った。僕は黙った。晩ご飯の時間になった。お父さんが帰ってきた。僕とお母さんとお父さんでご飯を食べた。僕はお父さんに、次郎、最後どんなんやったん？と聞いた。お父さんが喋り出そうとすると、お母さんが怒った。ご飯食べてる時にそんな話しな！と怒った。お父さんは黙った。お母さんがご飯をよそうために横を向いた。その隙を見て、お父さんが僕の耳元でこう言った。カッチカチ。